何やねん。はい、3ホール終わりました、3ホール終わって私のツアーアップ、はい、いやね、パターが今日合ってないね。いやね、アプローチもちょっとあれだけど結構数を荒れてます。じゃあここからね、4番ホール、317ヤード。これこそワンオンできるかな。いやこれあれ、ピンがない。左か。左ですね。ああ、ちょっとこれむずいな。ということで、パー4、317ヤード、パー4、私からいきます。わあ、ナイスショット。ナイスショットです。打った後、ブサイクだけど。まあ、かみして。ナイスショットです。おお、今ちょっと振ったね。振ってセーフセーフ。危ない危ないよ。大丈夫だよ、カート道路の横ぐらいに。ああ、短い。です。いやー今完璧やと思ったよな。完璧やと思いました。さっきぐらいの方がいいな、強さ。あ、トップや。ダンダンダン。うわー、またあっちが難しいやんか。あ。やってまだ。合わしとんなうまい。おお、ナイス。うまい、今のは技あり。距離感、感覚天性の感覚持ってんだけどね、感じだけ変な。早いぞ。お、これ早いぞ。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 おー、これがあります。あ、うわあ。あかーん。狙いに行った。いやー、でもライン的に良かったのにな。うわー、オッケー。惜しい。あー、そんなに曲がるんですか今の。曲がったな。ここで、いや、でもね、打ってないと思う。もうちょっとしっかり打たないとなんで。いや、すごいっす今の。いやサービスじゃなあ。あれはでも最近なんか磁石かなんか運ちゃうかな。ええって曲がりましたよ、ね、あの多分ね、俺が外したことで一番喜んでるのはスタッフ。ちょっとでも数落としにゴルフが見れるみたいな。本当に。いやいかん、あいなミスしてたいかん、恥ずかしい。ということで4番ホールはドローです。でかいな。トータル、4ホール終わって私のツアープのままです。いかん。続きまして5番ホール、291ヤードパー4。これ本当ワンオンだよ。そうですね、狙いますね。これ池に触れるんじゃない。ここ右セーフだし、振るか。あ、ここはね、ちょっと振っちゃおうか。松井選手のワンオンチャレンジホールということで、ワンオンしたら何か考えましょう。こういうホールも楽しいですね。ということでいきます。はい、おー、ナイスショット。あー、左のバンカーか。バンカーかな。うわー、ナイスショットですね。もうナイスです。
めっちゃ振ってましたよ、ね、めっちゃ振ってました、ね、もう腰がバリバリやろこれさあカズもこれいくよ、ちょっと頑張って振ってみますあー右だー、あでもまっすぐ行ってる右、向こうのバンカーじゃない、右の横やね、バンカー横ぐらいかな、え今までカズドライバーでマックスどれぐらい飛んだ、わかんないです、向こう測ったことない、測ったことないです、結構あれじゃん、320ヤードワンスターとか、ないっす、ないっす、ないんだ320とか飛ばないです、僕マジで、はい、でもなんかあのまあ今振ってないからあれだけど、振ったらそれぐらい行きそうやけどな、300近くは行くかも、か290は行くんでしょうね、まあ、まだユニオン来てるからあれだけど、やめたらこの OB のゴルフ大会とかあって、それでやっぱ一番飛ばすのは中村のりが、やっぱ320ヤードになってますね、すごいな320とかまああの力でいけば田中一郎がね300近く飛ばすけど、300以上飛ばすけど、ああもうやっぱり違うね、難度が違う、本当ですか、うん、これに出てくれた中で一番飛ばしたのは飯田哲也かな、おてっちゃんがね、323ヤードだっけ、お飯田さんですか、うん、グリーンオーバーしたすごっあれびっくりしたな、でも本人が打った瞬間にあ行ったとか言ってて、え何がと思ったらグリーンオーバーしたあ、うん、それぐらいよ、やっぱ数もやっぱ振ったらもっとなんかまた難しいよ68ヤードです、うんちゃう、おお、あ、惜しい、上出来上出来上出来、ナイスです、いけうまい、うまく打ちすぎたって言うか、これほんで俺の師匠さんが、師匠は師匠はOK ナイスです、ナイスです、これバーディーパットだね、一応ナイスバーディーです、おいなんかスタッフにいじめられんだよな。わあ、ナイスバーディー。すごいです。この距離はやっと入ったな。やっと入った。はい、5番ホール、なんとバーディー取りましたんで。ナイスバーディーです。ありがとうございます。5ホール終わって、3アップ。ネクストホール、アップドーミーです。6ホールで決着ついちゃうかな。カズオのファン、申し訳ないです。トルちゃん。はい、続きまして、6番ホール、337ヤードパー4。これね、ちょっと左ドッグになってて、グリーン見えないんだけども、ワンオン可能性もあります。そして、なんと、ここに来て、アップドーム。はい、カズさん頑張らないと、いや本当やばいですね、もうやばいよ、本当終わってしまうよ、いや終わりたくないこの後用事あったんだっけ、なんか用事あるから負けてるわけじゃないですかということで、なんとかでも9番ホールは行きたいんでね、ここでちょっと稼働に頑張ってもらいましょう、よし、あOK、 よいしょです、これでもと大丈夫だけど、それ追加、うん、あー、カズと一緒の方だ、うん、大丈夫だ、カズ年間どれぐらいゴルフやるの、ユニオン来てるからそんなにできないと思うけど、本当オフとキャンプだけですね、うん、あ一応キャンプそのまま OK なんだ、はい、うん、休み4から5、2月では多分5回できるはずです、宮崎と、はい、高知、はい、高知でもやるんだ、はい、1回やるんで多分そこで5回なんで、うん、今までちょうど10回ぐらい行くんで20回弱ぐらいじゃないですか、年間、はい、ほら30回ぐらいね、まあ、そうなんですか月2回から3回ぐらいだ、ああ
でもこの12月1月でも、で、はい、かなりな、はい、で今年もシーズン中は1回も行かずですね、ああチームは行っていいんですけど、あ、いいよかった、はい、あれこれ昔からあったって多分オーランドってなかったの、ダメだっていうか、俺はシーズン入ったらまず行かなかった、はい、キャンプ中も行かなかったから、あ、本当ですか、うん、お、あそこにある63ヤードです。うわー、しゃナイス、でかいか、ダウン、ダウン、うわー、でかいねんな、でかいか、うん、うっ、下がカッコのホール取らないとやばいよ、いや、本当やばいっすこのグリーンすごいな、これな、マウンドだな、これ、はい、いやマウンドに上がるクルーズちょっと上げるから、はい、ふわっと、お、ロブショットは、ロブじゃなくて普通のショットやった、なんかせっかくさ俺がオフ言ってこのホールあげるよって言ってんのにいらないっていう今意思表示だね、ここじゃすごいですね、仕方ないな、逆目止まっといて、あらあら、あらあらすげえグリーン、おお、どこまで行く、おお、どこまで行く、まあまあ、まあまあ手で切れない。いや、行かねえわな。ここの方ではもう負けだ。よし。7点ってことは数が今1、2、3、4つだよ。はい、2パットで勝ち。お、さっきの楽なパターンよ。まあな、2パットで勝ちなんだろうけども、多分数は入れに行くよ。うん、真剣な目になりました。これすごいですか。よし。下り。おー、ナイス、おー、ナイス、素晴らしいワンパット、あっ、おー、やっぱいいんじゃない、エルジー、まさかのこれから逆襲が始まるかい、まあ、もうタイトル決まったらまさかの逆襲みたいな、さっきの、さっきの後ろホールもらった